はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プロ野球スプリッツ2015、高橋由伸でのスタープレイヤーモード続きをプレイしていきたいと思います。今日はですね、まさに優勝がかかった一戦と、広島戦になるんですが、マジック1、勝てばそのまま優勝というゲームになります。早速始めていきましょう。先発は黒田ですね。広島の先発は黒田。すでにも対戦経験はありますが、久しぶりなのでちょっとデータ見ていきましょう。ストレート151キロ、スライダー、そして代名詞といえるツーシム、スプリットにカーブ、そしてカットボールですね。どれも平均以上の球種ですね。オーダーはご覧の通りです。ジャイアンツは1番にショートで坂本、セカンド今日は亀井が入ってます。で、4番にはファースト阿部で、8番にキャッチャー小林です。このプロ野球スプリッツの高橋由伸でのプレーも、もうだいぶ長くやらせていただいていて、いろんな方からコメントだったり、アドバイスだったり、いろいろ情報を教えてもらったりとしてきたんですが、今日まさに優勝が決まるかどうかという一戦ですね。感謝の気持ちも込めて、しっかり実況していきたいと思います。早速始めていきます。よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対読売ジャイアンツの24回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、優勝に関してちょっと触れてくれるようなね。西さん、優勝に向けた大一番を迎えました。緊迫感ありますね。いやもうね、ファンもね、一体となって緊張感を味わってますね。そうですよね、そのドキドキ感が伝わってきます。さあ、ジャイアンツですが、1回の表先制点挙げてますね。なおノーアウトランナー一塁で高橋由伸です。現在打率は3割を上回っています。打点王争いは1位がエルドレッド123で、2位高橋由伸が117、まだ狙えるかなというところですね。さあ、黒田第9、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なことが多いですから、低めに決まってます。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。そして代名詞のフロントドア通信、これも低めに決まって2ストライク追い込まれて、このスプリットは外れてます。ただ依然追い込まれているカウントから、最後はスライダー、ちょっとスプリットが来るかなと思ってスプリットの軌道で待ってたんですけど、スライダーで空振り三振です。1回の表ジャイアンツは1点止まり。さあ、西さん、球場のそして先発打つには防御率 3.98。 いや本当ですね、お客さんもね、 3.98、 決していい数字ではないですよね。せめて 3.5、 菊池が打席に入ります。 3.0 ぐらいまでね、打つ目だと来てほしいかなというところです。仕事をしたいところ。さあ、1回の裏、先頭打者菊池を迎えて打つ目第1球を投げます。これはどうだ、ファウルだね。ファウル。外、これはボール。スクリューが外れてワンボールワンストライク。ボールシュートも外れてますね。低めは、これは入っていました。風はレフトスタンドからホームベース方向に2メートルの風が吹いています。最後はスクリューで空振り三振。ただこの回一気に4点取られて、さらに1点追加点を挙げられて、4点ビハインド、1対5と、4点ビハインドで高橋由伸の第2打席、4回の表です。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。高橋がバッターボックスに入ります。まずは148キロのストレートから入ってきた黒田。カープリードで迎える4回です。
さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。ストライクが入らないのか、ね、さあしっかり抑えていきたい。警戒されてるのか。変化球タイミング合いません。3ボール1ストライクです。入れてきました。3ボール打線からフルカウントまで戻しました。あー、ストライクに空振り三振、ワンアウトです。素晴らしい。第3打席は2アウトランナー1塁、1点差まで追い上げてきてる。そんな5回の表です。まあ牽制の上手いピッチャーですから、うかつにリード。ファーストランナースタート、ファウルになります。盗塁の指示出てたな。牽制セーフ。1塁ランナーの坂本、ここは外します。ボールが先行、やはりランナーの足が気になるんでしょうか。そうですね、まあこうしてカウントが悪くなっているのもね、ランナーの力も大きいですよね。ここはストライクゾーンをかすめるようなボールが理想ですね。あー、打ち上げた、落ちるか、落ちろ、よし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 、ワンバウンドヒットになりました。高橋ヒットが出ました。まあ、当たりは悪かったですけど、落ちたこんなところが良かったですね。まだ厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。まあいいコースには行ってるんですけどね。そして4番の阿部、なんとかヒット出してくれ。彼ならホームランで一気に逆転ということもありえますからね。うん、そうですよね。まあ、そしてこういう展開で乗せたくないバッターが相手なんで、ここでしっかり抑えておくのが大事ですね。ストレート、ツーシームと続けてきました。これはどうか、これは切れるかな。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。右に切れます。これで追い込まれた阿部。インコース、これは外れます。これが5球目、ファウルボールです。バッターの阿部、今シーズンの得点圏打率は、これはセカンドゴロ、掴んだ、一塁アウト、の正面で、これが先ほどのこの回3点止まり。ただ6回の表にジャイアンツが1点追加点を挙げて同点に追いついてますね。バッターボックスは3番高橋で、ピッチャーが中田に変わってます。広島の方のピッチャーは中田へとチェンジ。中田のデータ見ていきましょう。ストレート147キロにシュートが得意球ですね、これ、あとフォーク、スローカーブにスライダー、カーブとチェンジアップ、まあ、遅いボールとしてはこの2つですね。さあ中田、これはレーンでいいのかな。ノーアウトランナー1塁の場面で、いい、ったバックスクリーン144メートル弾、1球目失投が来ましたね。シーズン第55号の勝ち越しツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン、カープ勝ち越しを許します。いやー、優勝を決めるかという一戦でツーランホームラン、ここで一発を浴びてしまいました。ボールは何だろう、挟んでるな。フォークが抜けてきたんですね。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えられてましたよね。この終盤でリードを奪われます。優勝を決める一発となるか、さらにジャイアンツ追加点を挙げて接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。いや、これ畠山得点圏打率4割5分って半端ないな。ピッチャーが福井に変わってますね。ここでもう一本ヒット追加点が出れば試合が決まるかという、そういう場面ですね。ストレート149キロ、縦のスライダー、カーブにフォーク、落ちるボール2つ持ってる福井。もう一本タイムリーが欲しい。まずはストレート、初球から際どいコースをついてきます。走ってきた、キャッチャーは二塁へ。これアウトだな。ああセーフか、危なかったな。さあこれで三塁二塁に変わりました。状況になってしまいましたね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。このストレートも外れて3ボール1ストライクになった。勝負してくれるかな。長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。うわー、ボール球か。集めるというのはやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球、
甘いところにフォークが来たんですが空振り三振。そして試合の方はジャイアンツが10対5で勝ちました。ここからはじっくり見てもらいましょう。読売ジャイアンツリーグ優勝を達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンリーグを制したのは読売ジャイアンツです。移籍地ではありますが、勝決めました、うん、やっぱり強いと思いますよ、本当にいいチームだと思います、原監督の斉藤投手コーチ、これは尾形監督ですね。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたがスタンドからは大きな5回と胴上げですね。今胴上げが終わって全選手がまずはスタンドのジャイアンツファンの元に向かいます。本当に選手もファンも嬉しそうです。喜びを本当にかみしめている瞬間です。ご覧のように読売ジャイアンツが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうジャイアンツ。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。このプロ野球スピリッツのスタープレイヤーも序盤は、デフォルトの設定ですね。球のスピード普通、コンピューターの強さも普通ということでプレーをしてですね、慣れてきてからは、コンピューターは強い、球のスピードも上げて、プレーの方してきました。ホームランの数はそれ以降ねちょっと減ってしまって、失投とかをねできるだけ見逃さないようにっていうようなプレーをしてきたんですが、徐々にそれも慣れてきてね、本当に優勝に貢献できたのかなというところですね。見るとパリーグのもオリックスが優勝を決めてますね。2位ファイターズと 11.5 ゲーム差での圧勝優勝劇ですね。はい、というわけで、今回は優勝を決めた一戦お届けをさせていただきました。次回以降はね、消化試合っていうような位置づけにはなってしまうかもしれないんですが、クライマックスシリーズ待ってますんできっちりと調子の方を整えていきたいと思います。というわけで、今回はここまで。